本当にだからいろんな人に助けられてるなって、特にね本当に思う。もう僕ねだからフリーになって本当に思うんだこれ。いろんな人に支えられてるなって本当に思うんですけれども、もう本当とにかくまあいろんな人が僕に今こうやって助けていただいてるというか、今までそのやってきたことだったりだとか、今までその関わってきた人たちとかよりなんか支えられてるなっていう実感をしている、そんな時期ですね。特に今本当フリーになったばっかっていうのもあるから。でもその反面、自分で仕事を取ることの難しさも今正直感じてる部分ではあります。うん、なんでかっていうと、自分のギャラ交渉っていうのがあるんですよ正直。こう、まあ、これちょっと言っていいかはどうか分かんないけれども、このギャラ交渉大変、本当に俺やりたくないこれマジで。本当に、あとスケジュール調整、俺もう本当にこれ難しい。スケジュール調整は難しいよこれ。だって途中でポンって入るかもしんないしさ、いいよって言っちゃったんだから、これを今までやってきてくださってたんだなって、マネージャーさん本当にね、今までねたくさんなんかご迷惑をおかけして申し訳ございませんっていう、まあそういう気持ちでございます本当に。で、不利になってより分かりますねそれは。うん、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。